音楽とは何かをめぐる演奏会となっております。皆さんこんにちは、バイオリニストの成田達樹です。本日は皆様に2つお知らせがあります。1つ目は、実は、今生後2ヶ月になる女の子の赤ちゃんがいます。もう一つのお知らせは、今年の10月1日に、仙台クラシックフェスティバル仙クラに、50分間の伴奏リサイタルを行います。僕は2013年に仙台国際音楽コンクールを受けて、なかなか私の両親のふるさとの青森県弘前市に帰ることができずに、親戚にも会えずにいたんですね。2013年の5月にコンクールがあるということを聞いて、もしこのコンクールを受けたら東北の親戚に会える、東北の親戚を招いて仙台で、みんなで合流できると思って受けたコンクールでした。そういうわけで私は東北にとてもゆかりがあって、仙台で演奏できるのは毎回とても大きな喜びで、仙台国際コンクールの思い出の一つに、やはりその、ボランティアの方々のとても熱い支援、特にこう仙台のような一つのことを信じる力というものが非常に溢れている街にはとても強いエネルギーを感じますし、とても美しい純粋なオーラを感じながら演奏させていただいております。仙蔵は1公演あたり一般1300円で聴ける、さらに、コンサートをはしごできるという魅力があると思います。クラシックに、敷居が高いと感じる方々も親しめるような、いろんな公演が用意されています。0歳からのコンサートもあるので、私もいつか自分の子供と一緒に公演を見に行ってみたいなと思います。今回のプログラムのコンセプトは、ズバリ音楽って何を一緒に探す演奏会になってます。今回取り上げる作品がほとんど現代の作曲家、そしてバッハ。まず、ズバリここを聴いてほしい。ギリシャの作曲家でパリに暮らした、建築と数学を学んでいた作曲家のイアニス・クセナキス。クセナキスのこの曲ミッカ、メロディーというものがそもそも存在しない曲です。通常であれば音楽というものはメロディーが存在して、それをハーモニーが支え、ある一定のリズムやさまざまなリズムによって進められるものでありますけども、このクセナキスのミッカはサイレンの音をデフォルメしたものが永遠に使われているという、そういうような曲になっています。サイレンの音は楽譜に記されている通り、とても冷たいスタイルでビブラートをかけずに、特に、ジプシーのような演奏の仕方をしてはいけないというふうに厳格な演奏を要求しています。当時の戦争体験を経た方々がどのような思いでこの曲を書かれたのか想像しながら聴いていただけると幸いです。今回はとても素敵な作曲家の加藤正則さんに新曲を依頼しております。加藤さんとは今までオペラ400歳のカストラートや長野市芸術館での演奏会、NHK の鍵盤の翼など数多くのコンサートでご一緒させていただいています。本当に素晴らしい方です。バイオリンソナタも書かれておりますし、バイオリンの商品も多く作曲されております。今回バイオリンソロは初めてということをおっしゃっていました。私もどんな曲が当日発表できるか、とても楽しみにしております。作曲家のグロボカールは祖父母がスロベニアの出身でフランスの北部に引っ越してきて、そこで生まれ育ったという、とてもこう多様な演奏のあり方だとか、前衛音楽に対する多面的な姿勢が演奏にとてもよく表れる。彼のこの肉体のという曲、この曲はなかなか演奏家、器楽の演奏家にはなかなか演奏されない曲だと私は思っていて、というような出だしになっています。この曲を通じてグロボカール本人が、どのようなメッセージを私たちに、聞いてほしかったのかを皆様と一緒に考えながら、私もステージで演奏できたらと思います。仙台クラシックフェスティバル2021、仙台銀行イズミティ21のショーホールにて5時45分からの枠になります。皆さん会場でお待ちしております。